戦争記念館は、大韓民国ソウル特別市立山区にある軍事博物館。戦史から現代に至るまでの朝鮮半島における戦争と軍事に関する展示がなされており、その中でも朝鮮戦争が展示の中心である。戦争記念館は、1988年に移転した陸軍本部の跡地に建てられている。運営は非営利特殊法人戦争記念事業会が行っている。主に中将、少将クラスの予備役長官が担う。戦争記念事業会長も兼任するケースが多い。李秉衡から1994から1996、李在電から1996から1999、コーン・ビシャクから1999から2001、1.4、朴益淳-2001.5、8から2004、金石元-2004.5、10から2007、権長高2007から2009、朴昌慶2009から2011、千栄積-2011.7、18から2014.7、李英慶-2014.7、現職屋外展示屋外展示と室内展示からなる。室内展示は以下の6部門からなる。朝鮮戦争時に鹵獲された北朝鮮軍、中国軍の兵器や韓国軍、国連軍が使用した兵器が屋外に展示されている。敷地内には銅像や石碑などの軍事的モニュメントがある。また、食堂や平和ホールもあり、平和ホールには結婚式場も設けられている。ありがとうございます。